だよなんだよはい、始まりました。少量チャンネルです。始まりました。今、熊本にいます。そして今日はサンロード新市街です。有名、みんな知ってる。そうなの。大きなアーケード、サンロード新市街、下通り、上通り、大きい通りが続くアーケード。で今日は福岡に向かいたいと思うんですけど、ここら辺結構栄えてるのかな。まあまあ、そうそう、栄えてる場所の一番端っこ、交通センターに、今から高速バスで福岡に向かいたいと思います。あれじゃない、自然も見えるかな。自然が走ってるんですよ、熊本は今から走る？今から走る？もうちょっとで走ると思うけど、なんかもうこういうの見てるのか、熊本に来たなんて感じするよね。走ってくれない熊本なんでね、僕もちょいちょい熊本弁が出てるんですけどね。そうなんだ。そう、まあ、昨日、ね、何、うちの親にも会ってもらった、母親に。いい方だった。うん、明日もね。そう、明日も来てくれる。楽しみ。はい、じゃあ今日は福岡に行ってきます。さあ、博多駅に着きました。これからちょっとタナレシティの方まで歩いていきます。楽しみ。でそれから友達が博多座の近くで働いてる方なので、ちょっとそこにランチをしに行っていきます、うん、その後は天神の方に行って、あとはいろいろ福岡ドームとかね、ヤフードームか、行ってみた。福岡タワーの方にも、せっかくだから行きたいよね、というわけで、福岡旅始まりまーす、はい、行ってきまーす。また さあ、今は博多駅からキャナルシティの方向に向かって博多駅前通りを歩いてまーす、はい、なんかさ、福岡もさ、福岡市もさ、そのパートナーシップ制度がある都市だから、最悪ね、何かあった時とか、最悪何かこっちでもし、ね、転勤とかなった場合とか、確かになんか福岡に住むっていう時はね、またできるよね、いやー本当に暑い。いや暑いけど、すごい過ごしやすいよね、なんか週間天気予報だと、今日福岡の方は雨予報だったんですけど、晴れてよかったね。消す？一旦消す。
すげえ。ヤフードームの方に向かいたいと思います。